クリップ2015年に機体記号改定と新塗装化が行われたミルミ -171。業務に従事する警察等4機関の紋章が側面扉上に表記されている連邦内務省航空管理部時代のヤコブレフ役 -40。後、スロバキア内務省航空局に承継され2017年に退役スロバキア共和国内務省航空局は スロバキア・ブラチスラバ市を本拠地とするスロバキア政府の航空事業体で、スロバキア共和国内務省憲法上要人及び外交官保護庁の外局である。憲法で規定されている大統領、首相などの役職につく憲法上要人の輸送業務と内務省が所管する警察、消防救難、山岳救助、市民保護の各航空業務を主な業務とするほか、 内務省の許可がある場合には、商業航空運送や、その他の目的で飛行することができる。本拠空港は、ブラチスラバ空港、スロバキア共和国内務省航空、またはスロバキア共和国政府航空とも呼ばれる。憲法上用時に輸送業務用の政府専用機と、警察等4航空業務用のヘリコプターを運航しており、長く憲法上用時に輸送業務用に、 スポレフツ -154M とヤコブレフ約 -40、警察と航空業務用にミルミ -171 を使用してきたが、2015年に、警察航空業務用、ベル429、2016年に、憲法乗用人輸送業務用エアバス A319、およびネーデルランドエアクラフトカンパニー製、フォッカー100を導入した。内務省航空局の登録記号は、 B で始まる形式である。憲法上洋人輸送業務ではこれまでに首脳専用機としてチリ、日本、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランドに飛行したほか人道支援や外国で事故や急病などに見舞われたスロバキア人の帰国輸送としてイラン、パキスタン、トルコ、スリランカ、ハイチ、エジプトなどへの飛行を行っている。発足以来航空事故は起きていなかったが 2017年5月10日、東部スロバキアのプレ商県にある空軍基地用地内で、警察業務用の新鋭ヘリコプターベル429が墜落大破し、二人が死亡する事故を起こした。スロバキア共和国内務省航空局は、警察航空業務及び、チェコスロバキア共産党幹部や政府高官、来訪外国首脳の航空輸送業務を目的とした。 チェコスロバキア社会主義共和国内務省航空課のブラチスラバ基地中屯部隊として1961年11月17日にブラチスラバ空港に設置された部隊を源流とする。内務省航空課は急な業務を付加して1979年に連邦内務省航空管理部に改組された後、1988年内務省内の国民保安隊航空管理部に移管された。 民主化に伴う国民保安隊解体を受けて1990年に航空管理部は業務ごとに分離され交換輸送業務は国家航空局に改装。警察航空業務は連邦内務省航空業務長に改装された後、連邦警察隊発足に合わせて連邦警察隊航空サービスに再編。さらに、チェコスロバキア連邦共和国の連邦制解消に伴い、 両機関のスロバキア共和国内における業務を再統合して1993年1月1日、スロバキア共和国内務省航空局が発足した。2005年には内務省直轄から、同省の憲法上用人及び外交官保護庁に移管され、スロバキア共和国内務省憲法上用人及び外交官保護庁航空輸送部に解消したが、翌2006年には、 同庁の外局に再編され、旧省のスロバキア共和国内務省航空局に服した。ありがとうございます。